しようって今。これが見えなかった。はい、見えませんです。え、何が違うの？その同じのから同じのに履き替えてるけど。いやこれはまだ汚れてる方ですか？あんまり分かんないです。同じようなのかな。全然違うでしょうか。いや、こっちから見てると同じですよ。チャンネル登録お願いします。暑い、疲れたよ。暑いとか疲れた。チャンネル登録お願いします。部屋着用とお出かけ用かな。お出かけ用です。見た目全く一緒なのに。同じの着て脱いだと思ったら同じ色の俳優だ。あんたモテないでしょ、この違いわかんない。そんなことで女の子のちょっとの違いとかわかんないです。え、すごいですね。ポンポンプリンの上からポンポンプリンまた一緒なんですよ。だからちょっと濃くなったら。はい、じゃあ何すればいいんですか私は。いや、何すればいいんですかって。岩川さんっていつも遅刻するでしょ。あ、はい。なんで遅刻するの。いや、遅刻する、あー、ちょっとね、電車のギリギリの乗り方がちょっといまいち分かんなかった。電車のギリギリの乗り方って何ですか。いや、早めに駅着いていてもね、そこから電車15分来なかったら遅刻しちゃったりするでしょ。だからそれ乗り換え案内とかやんないの。いや、乗り換え案内は寸前のやつの知らん方は分かるんだけど、はい、とか電車乗りますよってやつは分かるんだけど、はい、ね、どの電車に乗ったら間に合うのかとかそういうのがよく分かんない。まあ何時でもいいですよ。5時に新宿行きたいですだったら、はい、まあ、4時50分とか到着するやつを調べればいいだけじゃん。だからそう調べ方は知らない。ちょっと待ってくださいね。あの、もうカメラアップにします。あの、前もなんとなく感覚で来てましたよね。だいたい30分ぐらいでつって調べないで来て結局遅刻してきたじゃないですか。乗り換え案内の調べ方知らないですか。はい、調べ方は知ってますけど寸前のやつしか知らない。ごめんなさい、もしなんで今それ持ってるの。何ですか。なんで今食べようとしたんですか。食べようとして風船今口食べようとしてないよ。ちょっと調べてみましょうよ、今後のために。ああ、それはマジで知っとかないと不便でしょ。はい、じゃあ、はい、例えばじゃあ今日は何日ですか。3月10日ですね、はい、3月12日に秋葉原に11時半集合でお願いします。はい、はい、11時半、まず、あ、無理か、アプリ入ってるじゃん。俺もそれ使ってるから。あ、はい、これで、成績桜が丘、あ、間違った、検索しちゃった。秋葉原、秋ひびれになってます。こんな駅ないです。秋ひびれ、はい、で検索ってして、うんうん、何を調べなきゃいけないかを分かるんですか。はい、だから私がいつもやってる方法は、あ、なるほど、あ、だいたい遅くても53分で、ちょっと待ってね、うん、なんかさっき言ってた時間が全然違うんです。だから私が普段やってる方法は、あ、じゃあまず教えてください。すいません、そんな声、ね、大きい声出されます。はい、まず一旦岩川さんがいつもやってる方法っていうのは、うん、まず成績桜川湖から秋葉原って調べるんですね、うん、はい、そうすると何が出てくるんですか。あ、この4個ぐらい出てくるでしょ。それこれ今の時間ですよね。今駅に行って出発したらってやつですね、これきっと。それを見てどうするんですか。これで今ね、一番時間かかるのが1時間でしょ、はい、だから、あ、1時間前11時半に集合、はい、秋葉原に11時半に集合ってことは10時20分ぐらいに成績桜川湖に着けばいいのかなっていう感じで、こう10時20分でやって、で次どうするんですか。10時20分に行くんですか。駅に10時20分に、当日できない予想で、はい、とで、これで調べて、うん、次の金曜日に10時20分に乗れるように、はい、うん、駅に行くってこといいですか。はい、はい、じゃ一ついいですか、はい、10時20分に電車なかったらどうするんですか。だからそれで毎回変わってくるんです。え、朝とか時間によってダイヤ違うし、あ、平日祝日とかも違うし、はい、
それじゃ合わなくなっちゃうんじゃない。はい、そうですね。それでしょっちゅう仕事してるんだね。はい、だからどうすんの、10時計算して10時20分に乗ればって言ってるけど、はいはい、10時20分に成績桜ヶ丘行って、はい、電車が10時40分だったらどうすんの。あ、それだったらすいませんもう無理ですよね。だから本当にやばい時はもうね、駅に1時間ぐらい前に着いちゃったりする。あ、だからたまにすげえ早く着く時あるんだ。そう、でやったら呼び出してるもう遅刻する。そうそうそう、めちゃくちゃ早く着いて、あ、今どこみたいな、すごい呼び出してくる時ある。電話もしてくるんですよ。こっちが待ってる時は全く連絡を起こさないくせに、なんか自分が早く着いた時はなんかやたら今どこ。そういうやついますよね。そのパターンだ。なんかたまたまめちゃくちゃ早く着いちゃって、一回ごめんなさい、ストップ、その動かないでください。それはゴム指と手にそれ何してるの。いや、怖っ。なんとなくだよ。はい、怖いですね。いや困ります。11時半で調べてください。11時半着です。11時半、なんか自分でなんか駆使しない iPhone 調べ方あるから。マイクはないな。そのアプリはもう一番みんなが使ってるやつよ。現在時刻、現在時刻じゃない、全部時刻表、時刻表っていうのができた。現在取得できませんってなんだ。乗り換え案内、ゆうかさん、もうみんなこの映画出してると思ったんですか。この映画出してると思ったんですか。どうしたんですか。あ、なんか日にち出てきた。お、見せてください。あ、これ初体験ですね。初体験ですか。はい、今ちょっと人に言われて調べたらできたことが。なんでもう調べる気なかったんじゃないですか。いやいや、でもこれもう難しいんじゃない。金曜日のだって、じゃあ11時とか、10時20分でやってみよう。じゃあ10時20分に何ですか、乗るっていう設定にしたら、どうなのかな、はい、検索すると、10時20分に着きます。はい、24分に乗れば、うん、合うんじゃない。この電車に乗ろうか。こやの。実はですね、そんなことやんなくてももうちょっとやり方あるんですよ。もっと正確なのはありますよ。今だって10時20分に乗るっていうのは、はい、秋葉原に着くのが大体1時間ぐらい、うん、だから逆算しての20分に乗るっていう決めたでしょ、はい、それを知らなきゃね、今はできなかったんだ、はい、うん、そうそうそう、それがまあ知らない状態でも、うん、11時半着に限りなく近く調べる方法があります。実はそんなの探してみな、自分で。大体ね、三軒茶屋に行く場合は、うん、三軒茶屋で調べるね。はい、出発、到着、どうしました。到着っていうのがある、見せてください。あ、到着、到着、出発じゃなくて到着っていうのがあった。到着っていうのありました。うん、到着で、うん、じゃあ、あれ何時に来てほしい？突き刺さった。何時に来てほしい？突き刺さった。何時に来てほしい？突き刺さった。ね、俺何時に来てほしい？三軒茶屋に。三軒茶屋ですか？うん、三軒茶屋に何時に来てほしい？僕は三軒茶屋と言ってないですよ。じゃあいいや。どこに何時に来てほしい？はい、さっき言いました。どこって言いました？あ、じゃあ秋葉原でいいの？何時って言いました？11時半。うん、秋葉原だ。3月12日ね。はい、で、ここを到着、到着にして11時半、半で完了、検索、ローリングってことは、あ、10時33分の電車に乗ればいいのね。はあ、こんな便利な、いえ、はあ、これの10分ぐらい前にやったらちょっと乗り間違えても大丈夫ってことか。何ですか。到着後20分前とかにすることも、10分前にすることとかも自由自在で、駅に10分前に着くようにするって思って、うん、
急いで乗ってたらね、逆方向だったりとか結構あるからね。それはあんまないですよ、普通は。わかるじゃない、だって使い慣れた駅でしょ。このこっちは新宿方面、こっちは、八王子方面とかわかるでしょ。だってまあ、使い慣れてるとこはそんなないけど、もう発車しますって言うんだったら、もう一か八か乗っちゃう。いや、一か八かで乗っちゃダメですよ。だってそれ乗らないと遅刻するかもしれないじゃん。っていうか、なんならその何番線に乗ればいいってことも出ますよ。出ますよ、実は。何番線に乗って、とりあえずそういうのも出ますよ。はい、何番線に乗ってくださいとか。何番線に乗ってくださいとか、なんで何番線に乗ってくださいっていうのは、どういうこと？あ、何番線に乗ったら乗り換えがスムーズとか、そんなでの？2番線前中央車両。本当だ。知らなかったんですか。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。2番線の前の中央車両に乗って、そしたら次は8番線行って、着は4番線って、これどういうこと？4番線に到着するってことです。8番線だけど次は到着したら今日は8番線に乗ったらずっと8番線だと思ってた。8番線までない駅とかもあるじゃないですか。ずっと同じ8番線は永遠に8番線だと思ったんですか。指美味しいですか。1個の電車しか通ってない駅とか、ま、もう8番線しかなかったと思ったんですか。あのジェットコースターみたいなもんだと思ったんですか。その同じレールずっと走ってると思ったんですか。しかもそれ何両目って何の意味か分かります？何両目に乗るのは、何両目に乗ったら乗り換えがスムーズってことですか。どういうことか分かりますか。だからこの前から中方向中間ぐらいに乗ったら、何中央線の乗り換えがスムーズにできるってことですか。駅によって階段の場所とかあるじゃないですか。あ、はいはい、あれが開いたらそこが階段近いですよってとこと。あ、指美味しいですね。じゃあ学びましたね。はい、じゃあ調べましょうか。はい、じゃあ明日、はい、明日、明日岩川さん、じゃあ所沢に、はい、朝の9時で、はい、明日ですね。明日は11時、昼の10時9時、9時、朝の9時に所沢駅集合です。あ、所沢駅集合か。じゃあもうね、心配だから8時50分ぐらいには着いておきましょう。私おっちょこちょいなんで8時50分で到着。検索、あ、秋葉原にしてた。所沢だ。好きですね。そんな好きじゃない。所沢、あ、8時1分の電車に乗れば8時47分に着きます。え、へえ、でも出ないでしょ。はい、なんでこんな便利なのずっと使わないのと。ずっと勘でやってたんですか。ずっと勘で調べて、しかも乗る電車も勘でやったんですよ。一か八かの時やったって。一か八かで毎回来てたの。指食べないでください。中央線なら中央線っていう情報だけ入れて、うん、どっち方面かもう一か八かだったんですか。ああ、はい、探してます。毎回駅員さんにどっち行けばいいなって聞いて。すごいっすね。すごいね。編集はできるのに乗り換えるのはできない。偏ってますね。こうやって知ろうともしないとこんだけ損してるんだろうね。もうほんと5分10分やんなかっただけでずっと今まで時間無駄にしましたね。一回ロケ丸々結構30分ぐらい無駄にしたじゃないですか。ゴム食べてますよ、これ。美味しいですか。なんで今までそれ分からず生きてきたいや、だからこっち他人事みたいにしてる。こっちはそれに驚いてるんですよ。いろんなとこ遅刻して時間無駄にしたわけでしょ、これ。あんま気にせず生きてきたね。で、なんか早く着きすぎた、着きすぎたで、ね、今どこって言ったから俺一回腹立ったんですよ、うん、また連絡来たから、うんうん、いいから時間になるまで黙っとけ。いや本当よ、勝手に早く来たから待っときなさい。
それで時間過ぎても何もないようだったら連絡してこいっつったその約束の時間より前には連絡してくんだ。時間過ぎてからでしょ。そう、黙っとけっつってイライラするからこっちは時間通りに行ってくからと思って。なんで急に噛むと思い出してんのこのタイミングで。これちょっとねパンチがダメになっちゃうんだよ。もうあんた中身ダメになったじゃないですか。中身は大丈夫だよ。ああそうか、全然気にならなかったね。毎回計算してやってました。計算できてない。計算できてないじゃないですか。ああこういう方法でみんなやってたんだ。だから毎日1回ね行ったことないとこ時憂鬱だったもん。そうなんです。何ですか。いや自分で計算してあれ何分だったっけってなんか分かんなくなったりとか。いざできたら一か八かな。で不安になるくせに乗った乗ったで漫画読んでるから全然ライン気づかないじゃん。で首に刺して自殺しようとしたんですか。しないです。ああそういうことか。あわかりました。ちょっとレベルアップしちゃいましたね。なぜそのゴム特殊ですか。でゴム好きですね。でもあれやろね、これなんか自分でこう逮捕ですか。拘束して、はい、あの逮捕東京人特有のスキルかもね、これ車社会だと、これみんな知らないだろうね。知らないってことないじゃないですか。いやさ、1回は少ないだろうけど、うん、東京住んでる人はもうこれ当たり前だろうけど、田舎の人、ね、みんな俺みたいな感じだもんね。いや、違います。田舎の人怒りますよ。そんなことない。そんなことないよ。なんであやとりみたいな。電車乗らないもん、そんな田舎の人は。あ、東京来てなんでですか。13市で。13市で本当に。うん。だって今40でしょ。27の時東京来たの。ああ、そうか。25の時はもう東京いたから。やば。15年だ。15年。何年、いつまで地元にいたんですか。その上京したのは、そのまあ関東に来たのは何歳ですか。関東に来たのは、じゃあ鹿児島出たのいつですか。鹿児島出たのは20歳ぐらいですよね。20歳。21歳だ。21歳。うん、で今年も40だからもうほぼほぼ同じ半分ぐらいじゃないですか。はい。言ったらもうあとちょっとで鹿児島いてよりも関東にいる時間が長くなるわけですよね。そうですね。なんかさも自分が田舎から出てきたもんだ。今出てきたみたいな感じだったけど、20年やってこなかったくせに、俺はなんか車社会で生きてたからしょうがないんだみたいな言い方して。あと車社会って言いますけど、免許持ってるんですよ。そうだ。免許なくなっちゃいました。なくなっちゃったどういうことですか。あ、うっかり失効ってやつです。更新忘れて、うん、あの免許を4年に1回ぐらい変えられてきたんでしょ。うん。あ、ね、あれ忘れてたんだよ。それでもうなくなっちゃったよ。あでもこんなやつに車運転してほしくないけどね。よかったじゃん。まあ、うん、まあね、よかったと思うよ俺は、うん、おじいちゃんも返してるしね、免許、まあまあ、おじいちゃんだもんね、脳みそ、うん、おじいちゃんじゃない。おじいちゃんだろ、脳みそ。まあ車の運転返してはちょっとしっかりしたおじいちゃんより俺運転する方が危ないかもしれない。免許めちゃくちゃ落ちたんですよ、うん、人の倍以上かかったかも。なんか免許の、あの1個終わることでハンコ押してくるじゃないですか、はい、あれが落ち、なんか落ち失敗しすぎて、なんか普通のやつで足りなかったんですよ、ね、うん、紙貼られてその上にハンコを押されて。なんで紙貼られたんですか。なんかあらかじめある枠じゃ足らなくて、うん、ページを足されてなんか、うん、でそこにまたさらにやっていくっていう、うんうん、そのハンコは1回なんですか、押すのはダメで、ダメってハンコなんですか。うん、まだねクリアできてませんよってことで反抗される。はい、でまたクリアできてません、ね、反抗されて抑えて。普通の人だったんですか。普通の人の場合はどうなんですか。普通の人は多くてもそのね、もともとその紙にある、うん、マス内に収まるんだけど、でできました、うん、できましたできましたって押される、うん、けど岩川さんそのマスにダメです、うん、ダメですダメです、うん、でマスが足らなくなったと、うん、でマス追加されたんですか。こう紙貼られてその上にボンボンあって、もう地獄だったよ。5000円毎回払うプラス怒られて。そんなやつの免許あるじゃないそれ猿にさ運転させてるもんだよね。受かったもん、受かったもん、たまたまでしょ。いや特別だからなって。
ダメじゃん、特別上げちゃこんな時うっかり執行でしょ。あ、うっかり執行、神様がうっかり執行させたんだよ。よかったよ、ほんとに。もう頼みますよ、次はちゃんと来てくださいね。あ、わかりました、お願いしますよ。はい。